もブルームビューティーバーのゆきです。だんだん日差しも強くなって日が暮れるのもね遅くなってきましたよね。ってことは紫外線の影響も受けやすいってことにもなりますね。マスク内とかもねなんかこう蒸れやすくなってきた、そんな今やっておきたい紫外線対策のお話をします。冬場よりも SPF 値とか PH がね高い日焼け止めとか UV 下地を選ぶようになってきてるかなとは思うんですけれども、何せ今年もマスク生活じゃないですか。いくらね日焼け止め効果の高いものを選んでもマスクによって擦れてそれが取れやすくなっています。しかもね、もともと紫外線の影響を受けやすく、シミとかくすみができやすいゾーンがマスクの擦れの影響も受けるっていう、なんかもういろいろ嫌な循環があるわけですよ。そのせいでくすみが気になる人がどんどん増えてるみたいです。ってことで、明日のメイクからね、もうすぐに実践できるその対策はというと、マスクが当たるところ、特にあの鼻の高いところとか乾板ゾーンは日焼け止めを重ね塗りするです。一旦ね、日焼け止めや UV 下地を顔全体に塗ったら、また乾板ゾーンとか鼻の高いところに重ね塗りをします。ちなみにね、あの鼻の毛穴が気になる人とか、メイクの崩れとかが鼻のところでね、すごい気になるなっていう人は、ファンでは塗らずに下地を重ね塗りしてパウダーを最後にねまとった方が長時間綺麗を保てますと、同じものをね重ね塗りしてもいいですし、そこだけ日焼け止め効果の高いものに変えるのもいいです。もともとベースメイクをちゃんとやっておきたいゾーンなので、下地の重ね塗りはメイクの仕上がり度もアップさせてくれます。さらにね、あのいろんな種類を持っているっていう人は、ツヤの出るものとかトーンアップするものを乾板ゾーンに重ね塗りするとハイライト効果も出て顔に自然な立体感が生まれるのでおすすめです。メイクの仕上がりをアップさせつつ紫外線対策もちゃんとできるので一石二鳥ですよね。何か参考になれば幸いです。それではブルームビューティーバーのゆきでした。